もう大丈夫だよ。今からでもお仕事できるくらい。ねえラブリッチ、あまり無理しない方がいいんじゃない？ママ？ラブリッチがアイドルのお仕事が好きなのはわかるけれど、無理して倒れたら元も子もないでしょ。うん、パパも心配だな。あ、すみません、私の注意が足りなくて。パパ、ママ、ありがとう。でもごめんね、今まで通り続けさせて。これからはちゃんと気をつけるから。ラブリッチ、だって私もラブリンが大好きなんだもの。